皆さんこんにちは、パラドックスライブオンステージザ・キャッツ・ウィスカーズサイモン・ナオ・アキラ役の君沢由紀です。こうしてラップを使うっていう舞台はもちろん初めてですし、その分とても楽しみにしています。言葉を使って、役者なんでやっぱそのセリフもありますけども、こういう風にラップに乗せてやるっていうのもとてもきっと楽しいんだろうなと。日本人が持ってる特有のその言葉遊びだったり、攻めだったり守りがたくさん展開されるのを僕も、楽しみにしています。役柄が、昼は大学教授で夜はバーのオーナーということで、またすごいギャップのある二面性を持ってる役だと思いますので、その辺も、味わって楽しんでやっていけたらなと、そして仲間全員で、熱いステージを届けたいなと思いますので、皆さんどうぞ応援をよろしくお願いします。ぜひ劇場まで遊びに来てください。